ここだけブーストエナジーの使用方法が、ケツに入れて使う世界。ブーストエナジーって中身トロってしてるのか炭酸みたいにシュワシュワしてるのかどっちか気になる。トロッとしている方がケツに入れた時しっかり奥まで入りそうだからトロッとしててほしい。シュワッとしてる方の場合はとても刺激がありそうだ。つまりシュワッとパターンの場合はその刺激で強化されてる。5の確率で野生が所持してるってことは5の確率でパラドックスポケモンを穴にしてるってこと。イエス、エナジーをプラグみたいに直で入れててもいいし、中の液体を穴に入れるのもいい。実際ブーストエナジーは全持ち物の中でもケツに入れやすそう。まさかこんなところからハバカミ分からせ概念に要素が一つ増えるとは思わなんだ。ハバタクガキ的な概念あったけどあれとの相性は抜群だと思う。未来パラドは頭に刺して使う。からの。じゃあ古来パラドは尻だな。は笑うんよ。生地ぶっ刺して使うものだったから。トレーナー、ケツ穴確定な。ハバタクカミ、いや大体もん。すでに刺さってても、トレーナーが後ろからぶっ刺しても良い。なるほどあのオレンジ色の両端の出っ張りついた蓋を外したら尻に突き刺す用の注入口がついてるってことか。上は幅広で一気に注入できるタイプで反対は細口で奥まで注入できるタイプ？それならポケモンの好みに合わせて使い分けできるかな？あ、ダブルバトルだったら2体のポケモンの尻を合わせて両端からぶっ刺せばいいのかな？でも1本を2体で使ったら威力半減しちゃうかな？やめた方がいい？互いにケツ向けてぶっ刺すとかすごいエメンになりそうだな。パラド次第で。まず羽ばたく髪にぶっ刺してから叫ぶ尻尾を押さえつけて尻を上に向かせてぶっ刺す。もしくは血を這う羽にぶっ刺してから刺さってるブエナに羽ばたく髪の尻を叩き込む。追加。飛んでるとドロク付きにブエナぶっ刺した羽ばたく髪を突き刺す。ムカデ人間。晴れてる時もケツから太陽エネルギー吸収してるん。光がケツに集まっていく様を想像して草テラスタル生えた。古来パラドックスケツ穴日光浴概念。知ったねえな。インスタみたいなやつで流行ってそう。点と点が繋がったな。兄に繋げんな。ホームウェイの場面ケツにエナジーぶち込んでるとドロク付きのせいでこの後のコライドンミラーのこと忘れそうで嫌だな。興味本位で自分のお尻突っ込むおバカさんが絶対何人かいる。そして病院へ運ばれて、どうしてそんなもの突っ込んだんですと医者に呆れられ、看護師に笑いをこらえられながらお尻の処置をされる。一般人にブーストエナジー見せるのって作中の世界観的に大丈夫なんだろうか。またチリちゃんに怒られるかも。そもそも一般人は尻に入れようという発想すら起こらないから卑猥と思うのは変態だけと思うよ。つまりチリちゃんにはそういう趣味が、おっと。古代、活性。古代ポケモンの尻穴って柔らかそう。持ち物をどこに持たせてんだ問題が勃発する。流れ変わってきたな。ケツにブエナ決めるチリちゃん。穴にるチリ。ケツに入れるなら座薬みたいに害のカプセル溶けるんじゃないのか。ああ、そういうパターンもあるのか。自分は先に蓋開けて気体になった成分を直腸に吸収させるやつだと思ってた。古代をのんびり過ごしてたらタイムマシンでいきなり現代に転送されて知らない存在にお尻に変なカプセル入れられて人間の前で無様に言ってしまうとどろくつきが存在するってことか。今日はこれでいいかな。